皆さんこんばんは、前田夫婦です。何その立ちこもった感じ。はい、元気出しいな。はい、元気出していこう。はい、ね、もう夜なんで、うん、あの喉がもう疲れきたの、うん、今日そんな喋ったの、うんうん、ということでですね、急遽カメラを回しているんですが、大事な大事なお話がありまして、回しております。なんでそのテンション低いの。もっと上げてこう。いいな、早く。大事なお話というのが2つある。えぇ、ー、知っとるかな。知っとるかな。1つ目というのが、ついに私の料理を皆さんに提供する場ができました。ついに念願の。ずっとやりたかったんだよね、うん、なんか皆さん、ヤスの料理を食べたい食べたいとコメントをいつもいただき、ね、うん、ということで、今回、なんとオリジナルメニューを開発いたしまして、はい、開発して作ってみて、後々調べたら、ご当地グルメであったという。そういうおうち、麻婆あんかけ焼きそば提供したいと思います。おいしそう。美味しいね。そう、この間食べた。美味しい。この間食べたんですけど、とっても美味しくて、こちらの、料理をですね、7月1日2日に開催されるトマベイウォーターフロントというイベントで、2日間ですね、ヤスが鍋を振ります。鍋は振らないよ。あ、振らない、うん、鍋は振らない。あ、鍋振らない、うん、調理はするけど。あ、調理はするけどね。ということでね、皆さん本当に念願のヤスの料理を食べていただけるということで、一応数に限りはあるんですけど、うん、まあ早めに、本当に食べたくて早めに来ていただいて、あとちょっとね、うん、早い時間しかやってないかな、うん、割と、ちょっと早めの時間で、うん、まあ数なくなったら終わりだしっていうの、うん、ちょっとその販売方法についてはまたインスタとか、うん、YouTube とか Twitter でご紹介しますので、ぜひチェックしていただければ。おじさんのね、肘が持つ限りです。ガラスの肘だからね。そう、ガラスの肘なんだね。そうなのね。毎日肘痛くて。そんな中、皆さんにどうしても料理を提供したいという思いから、パスタイムファクトリーさんとスタンドファクトリーさんのお力を借りて、キッチンカーで。そう。キッチンカーで。チン、カイカイ、監修のもと。あ、監修のもとはい、あの。開催されることになりました。いや、そんなことない。あ、そう、うん、緊張しないの。いや、する。あ、そう。ということで、皆さん、絶対に食べに来てください。本当に美味しいもの、なかなかないね。こんな機会はなかなかないと思うので、うん、ぜひ、よろしくお願いします。できんのか。やってください。はい、はい。遅く来たらね、もう多分、なくなってる可能性があるもんね。うん、11時オープンだったっけ。そう、11時オープンなんで、まあ、11時目がけて来ていただければね、なんとかなるんじゃないかなと。お昼ご飯っていう、まあなかなかのボリュームになる。まあそうだよね。ね、うん、ね、その予定だよね。その予定です、うん、ということで、こちら1つ目のご報告です、うん、いやー、で2つ目いっちゃいますか。早く行って。うるさいから。夜だよ、マジ。うわ、また肘出すな。なんで俺肘痛いか分かった。何、お前がいつって寄ってきてこうって肘出すからな。肘痛い。じゃあ寄らなきゃいいの、うん、寄っても肘出さなきゃいいの。やめなさいよ、それ。はい、ということでですね、2つ目のお知らせというのが、ででん、前田夫婦だよ、全員集合、最初で最後のファン感謝祭。なんで最初で最後なのかっていうところがあるんですけど、イベントじゃない、イベントじゃない、一応イベントじゃなくて、あのファン感謝祭ということで、私たちが日頃ね、皆さんにこう差し入れをいただいたりとか、まあ、見ていただいたりとか、こう声かけていただいたりとか、こういろんなことをね、本当感謝の気持ちでいっぱいで、それを還元したいという思いから、今回このファン感謝祭を結成することになりました。開催だね。そうだね。
ファン感謝祭を開催することになりました。なんと場所はですね、アメリカになります。違うって。なんでアメリカよ。あんた行ったことないし、パスポートないしょ。あ、そうだった、パスポートなかった、ないしょ。場所はですね、北海道の札幌市南区八軒山ワイナリー焚き火キャンプ場でございます。アクセスもいいからね。アクセスいい。あの札幌近郊の人とか、まあ、それ以外の方も来やすいように札幌で開催をすることになりました。で、日付なんですが、9月の2、3で開催いたします。噛んじゃった。うん、9月の2、3です。はい。やっと決まったね。まあ、いろんなことの兼ね合いで、ちょっと開催する日を迷ってたんですが、うん、最終的にこちらの9月の2、まあ、3で。ここしか空いてなかったけど。そう。ちょっと私の仕事も忙しくてっていうのと、確実にできそうな。そう。日にちがね。すいません。ということで、ちょっとこの日に開催をさせていただきます。細かいその内容とかは、詳しくまた随時こう、私たちの動画の中でとか、インスタとか、SNS 系で発信をしていくんですけど、ひとまず大事な予約に関してなんですが、7月の9日、9時半から夜の7時まで、お電話で受け付けてます。で、先着順になります。で、なんでお電話にしたかっていうと、まあ、ちょっとご年配の、ね、方もいらっしゃって、まあ、ネットとかよりも、その、抽選とかじゃなくて、本当に来たい人がね、お電話をかけて、来てくれるっていうのを願って、電話にしました。あと、手軽だよね、電話の方が。そう。電話を受ける、八軒山ワイナリー、焚き火キャンプ場の複雑さは、ね、プロなので。プロ。もう、いや、全然。よいっしょって言ってた、ね、って言っておったんで、ね、言ってたなので、まあ、そのお力をお借りしてちょっと電話で予約を受け付けます。で、先着順になります。はい。で、予約時にですね、前田夫婦のファン感謝祭に参加したいよっていう話はまず必要なんですけど、合言葉を用意しております。それがライドタイムでございます。まあ、みんな分かりやね、うん、知らなくてもみんな答えられそうな。そう、普通にね、知らずにね、その日予約しようとする人がいるかもしれない。そう。ということで、この日はもう本当に私たちの、感謝祭の、場となりますので、普通の予約っていうのができないんですけど、その日だけは私たちと一緒にキャンプをして、乾杯して、うん、一緒にゆっくり話して、歌って、はい。歌うのかい。どうせ歌うでしょ、最終的に。まあ、ちょっとね、どんな内容になるかはまだ決まってないんですけど、まあ、本当に純粋にね、みんなに。みんなで楽しもうぜ、みたいな。そう。中島楽しもうぜ、みたいな。あ、今、サザエさんの活躍の話？そう、ね。みたいな感じですね。で、ということなので、イベントじゃなくて、ファン感謝祭なので、イベント料金っていうのも、基本的には、ない。ないです。で、はい。考えてます。ただちょっとそのいろんな兼ね合い上ですね、500円いただく、うん、プラスね、キャンプ場予約プラステント数によって500円なので、うん、1人2500円なんですけど、キャンプ場はなので夫婦で来たら2500円の500円で5500円みたいな感じで、うん、テント1張りにちょっと500円だけいただきたいなと、うん、その代わり入ってから乾杯ドリンクっていうのを用意しますので、うん、それは私たちの方から用意させていただいて、乾杯しようぜっていうことで、実質キャッシュバックがあるという考え方で、はい、思っていただければなと思います。で、その他にも、まあ、ちょっとね、プレゼントなんかも、ちょっと、皆さんにね、私たちが還元できるように、ちょっといろいろ企画をしていこうかなと思いますので、ぜひ、来ていただければなと思います。楽しみだね。めっちゃ楽しみだね、うん。ずっとやりたいって言ってたの。ようやく。です。その日はみんなぜひ私たちの、買っていただいた T シャツとか、タオルとか巻いて、参加してきてくれたら嬉しいです。もちろん、なくても全然参加 OK です、うん。ペットも OK です。ペット禁止してる？いや、ペット OK だって。ペット OK。ペットは OK です。昨日は、
オーケーです。オーケーです。みんな来いよ、みんな来いよ。待ってます。ということでね、はい。あとね、いろいろと、今のところ、ちょっと何人かお声かけさせていただいてて、いろいろ普段お世話になっております。あの人とかね。あの人とかね。うん、あの場合。F ちゃんとかね。あと。あと。やめなさいよ。怒られるって。やばい、今のは勝った、今のは勝った。いや、使うよ。やめる。でも普段、そうだな。まあ、俺的に、ちょっと、見たいものがあって、それをちょっとお願いしようかなと思って、ちょっと、Kさんにはお声がけいただきます。はい。あと、来れたら、Kダンスキャンプさんとかね。うん。はい、お友達を呼びながら。来てくれるかな？いいとも、言ってくれると思うんだけど。はい。多分、こうね。こっちの。まあちょっとね、いろんな方をお呼びしたりとか、あとちょっと、もしかしたら、出店とかもしてもらう可能性もあります。それはなんか、イベントをこう盛り上げる的な感じで、まあ、いろんな方。ああ、遊びに行くよって言った。そうそう、そういう感じでやろうかなと思ってます。あとね、先行販売の商品なんかあって。それやばいね。それやばい。それはね、もう本当に、一応日にち多分大丈夫だと思うんですけど、うん、ワイフスペースさん。私がちょっと一緒に共同で開発したオムニバーナーのホヤを。ホヤの、ね、ホヤ。オムニバーナーのホヤを、そのイベントじゃないな、そのミーティングで先行販売するという話をちょっと今進めておりますので、ぜひ、その日をめがけて来ていただければなと、ね、はい。あとね、今ちょっとさらにここで、ね、今ちょっとまだ新しいものもあるかもしれない。国の証明。ね、それはもうイベントに来ていただいた方が先行で見れると購入できるという。いいじゃない。はい。まあ雨天決行なんで、うん、雨だから行かねえよって言ったって、うん、うちらは誰が来なくてもやります。一応キャンセルは NG とさせていただきたいなと思います。来たい人、うん、いっぱいいると信じてるので、うん、はい。で、グループでの参加とかも OK です。なので予約の時に人数とテントと言っていただければお近くにテントを張ったりとかもできるようにしたいなと思います。うん、まあいろいろね気になることあると思うので、その辺は随時動画の最後なの動画の中な発表していきたいなと思います、はい、ということでね、この2つ、イベントと食のイベントと、うん、食のイベントじゃないんだよ、一応食のイベントとキャンプのイベントを融合したイベントなんだけど、こちらはトマベイね、トマベイさんの、うん、まあ、アウトドアブースの方で、ちょっと提供をしたいなと思ってます。で、こちらのファン感謝祭の方は9月の23日、うん、で皆さん9月の23を、ね、開けておいてください、ね、でまず予約をみんな忘れないように、7月の9日です。そう、7月9日電話なんですよ、9時半から、ね、で、間違いなく予約は7月9日の9時半こちらの電話番号でお願いします。これフライングNG ですからね。フライング NG です。フライングのお電話は受け付けません。大事なことを言うのを忘れてました。前乗りしても OK です。うちらなんか今回、この先、すごい先に設定させていただいたので、本州のね、うん、方とかも来てほしいなと思って、うん、キャンプの道具がなかったら八犬山ワイナリーにもレンタルがあるので、うん、ぜひそういうのもお使いいただいて、一緒に本州の人とも会えたら嬉しいなとはちょっと思ったりしてます。で、多分来る関係で前乗りしたいよとか、そういう人結構いらっしゃると思うんですけど、それも OK にします。ただそれは予約の時に伝えてください。で、前乗りしたい人は7月9日の9時半からの予約の時に前乗りもしたいですって言ってくれれば、うん、それは OK にします。
ただ私たちが泊まる場所とかは非公開、うん、という感じで。もしかしたらビフェにいるかもしれない。それはないそれはない最低マジで最低。一応お伝えすることは以上でございます、うん、とりあえず、ね、あとは詳細はこれからもうちょっと考えて、うん、まあ詳細としても大した変わらないとは思ってるので、なんで、まあ、内容とかね、うん、ちょこちょこ配信していきますので、ぜひぜひ皆さん一緒にキャンプしましょう。グッドキャンプ。これまずいか。おい、何回言えや。まずい、やめとくか。待ってまーす。